ベルがバックストレッチ、坂本が誘導員をかわしていって6番の近藤が仕掛けていった。6番の近藤が前を叩いていきます。残り600の鐘、後方からは2番の山中上がってくる。山中が一気に先手を取るか。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残り1周で切りました。2番の山中、2番手は9番の神奈川、3番手7番の丸山、続いて4番手キープ6番の近藤、3番の鈴木が現在6番手、8番手からまくっていく5番の坂本、まだ苦しいか。バックストレッチ、坂本まくりが一気にスピードに乗ってきた。4番手から3番手、2番手に迫ってくる。9番の神奈川のブロックをかいくぐった。4コーナーから直線、5番の坂本が先頭に変わる。2番手以降混戦、坂本1着ゴールイン。2着争い並んでいます。